っとぶり。今回も信長の野望、戦国立志伝実況していきたいと思います。前回は、鈴木家を滅ぼし四国征伐を命じられたところまで。長宗我部など外周一色で撃破できるはずだよ。なんせ四国の二程度だからねー。じゃあ、四国を制圧している長宗我部と川尻軍団の戦い、頑張っていこう。ということで、将来のために美濃太田に築城することにしたよ。主戦場が美濃付近になりそうだし、前線にもなりそうだしなー。で、鈴木家で推挙できそうなのは島左近だけ。思いのほか小粒でびっくりしたね。と言いつつも、秀隆の能力が上がり続けてるからハードルが下がってるのもあるんだけど。もう統率も武勇も80超えてるしな。現在は、播磨の大御城を攻略中。妨害に来てるけど、大したことないんだよな。で、大御城攻略。今のところ順調だねー。このまま別所家の三木城も攻略していくよ。信長様に城献上しておかなきゃかなー。加勢しよう。今度は信玄が行く。英雄たちがどんどん行ってしまっているねー。三木城攻略に合わせて昌平城も攻略開始。ここから2年近く続く泥沼の始まりなんだよなー。正直、昌平城を楽に攻略して、今回で四国制覇しようと思ってたんだけどね。三木城攻略を与力の磯野くんに任せて、秀高は神吉城へ。で、ほぼ同時に二城攻略し別所家滅亡。このまま西へ進み五着城を攻略するよ。もうじき毛利家の領域に入るけど、まだ進むの。毛利家は長宗我部と同盟結んでるから戦わざるを得ないんだよね。てか、毛利家は織田家にかかりっきりになってる余裕なさそう。島津家が後ろから食いついてたねー。島津家が強くなるのは困るんだけどねー。五着城攻略完了。そのままの勢いで、赤松家の姫路城に攻め込み。あっさり攻略。さあ、まだまだ秀隆はいけるよ。赤松家を滅ぼすべく、室津城に攻め込もう。秀吉君主導で室津城を攻略。次は三石城を攻略していくよ。昌平城攻略部隊の行動開始。三石城に長宗我部の目が向いている間になんとかしたいねー。長宗我部の軍勢を撃破しながら三石城へ。ここで叩けば叩くほど昌平城攻めが楽になるわぜ。かかってきな。命にするな。生きるのだ。ここは貴様らの地獄。戦へ参る。我が道を開けよ。助太刀。ここは貴様らの地獄。我が道を開けよ。なんか激しいな。昌平城でも激闘が始まってる証拠だね。強行で三石城攻略。ここあたりで西兵の進撃は一時停止。主力を四国へ集め、一気に攻略する予定。けど、長宗我部家は昌平城防衛のためにどんどん軍勢出してくるんだよな。これが戦の作法よ。こちらもどんどん増援を送り込み、ここあたりから泥沼が始まるんだよね。長宗我部の軍勢が減らない。あ、これは別所家軍かな。あまり強い武将もいないから推挙はなしかな。これは赤松家軍。官兵がいるね。これは推挙コースけど、それ以外は推挙する必要のないレベルの武将ばかり。ほんと、もう少し強い武将いないのかな。ここあたりから、昌平城だけじゃなく、蘇郷城を攻め始めてるよ。
全量を小髄に集めてるなら隙を突こうと思ったんだけどな。我が領内にと思ったら雨具や毛利まで動き出す始末。おかしい、信長様の動きが鈍すぎる。しけが財政難なんだよね。だから城を攻略してあげてるんだけど一向に改善されなくてね。じゃあもう少し毛利とかの領域削ればよかったんじゃない。そうだね、もう少し削っておくべきだったと反省してるよ。けどこの泥沼に入り込んで余裕がなくなっちゃってね。ここあたりで与力の存在を思い出して動員をかけているよ。与力集めた程度でどうにかなる状況じゃないんだよな。この大渋滞どうにかしないと。最近加入したマサベイさん、能力が80代なので採用されたよ。私的にはもう少し能力高いかと思ってたんだけど。蘇合城攻略は何もなく失敗。与力勢が攻めかかってるけど、あと少しのところで失敗してるよ。手柄を立てるぞ。少し長宗我部勢が減ってきてる。いろんなところで火をつけてるから、その対応に追われたと信じたいね。なぜか、長船城が島津所属になってるし。条約を仕掛けたんだろうね。気にせず攻めるけど。どこか城攻めが成功しないかとかなり焦っているよ。与力の蘇合城攻めは兵糧切れで失敗しそうだし、長船城はなんとか攻略したか。もう少し尾州方面を攻めるべきだったかな。毛利とがっつり戦うのは得策じゃない気もするけどな。そうだね、まずは長宗我部か。ギリギリだけど近畿勢に動員をかけていくよ。出陣するぞ。何度か城攻めモードになるけど敵の妨害で解除されるんだよね。でも長宗我部の勢いがなくなってきてる気がするけど、ここで秀高勢の兵糧切れ。増援来たし一度下げよう。また三井市場か。大丈夫、報告してないけど内政の成果で播磨方面はだいぶ強化されてるから。唐突な小髄城落城。ほんと何が起きたかわからないくらいあっさり落ちたね。一年近い戦いの終わりがこんなのとかな。まあ終わり方はどうであれ攻略したことには変わりなし。小髄城を足がかりに一気に行かせてもらうよ。いけいけー、守る場所が増えると手が足りなくなるぞ。というところで今回はここまで。何度も言ってるけど今回で四国制圧予定だったのに、なんとか小髄城を攻略した程度とか。でも玄関をぶち破ったようなもんだし、これで一気に四国制圧できそうな感じ。そうだね、補給地が洲本から小髄に前進しただけでもかなりの成果。次回こそは四国制圧すべく全力で動員をかけていくよ。じゃあなんとか四国の玄関を攻略して内陸へと進行する秀高の激闘をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。